今まで静岡店では扱ってなかったような生態をご提案できるようになったんで、もう日々の仕事の励みだったので頼りになる存在に、ね、なっていけたらなと思ってます。規模拡大だったりとかっていう感じでとても責任のあるものだなと思うんですけど、新たな挑戦として、レプタリズ東京秋葉原本店副店長田中亮です。そしてファーム部門のね、部長もやらせていただくことになりました。よろしくお願いします。副店長という肩書きとても責任のあるものだなと思うんですけど、新たな挑戦としてゆきおさんと一緒にやっていくのと同時に副店長としての挑戦もね始まりますんで、皆さんはどうか温かく見守っていただけたらなと思います。もちろんプレッシャーっていうのもあるんですけど、どっちかっていうと本当ワクワクするようなことが本当これからいっぱいできたらなと思うんで、そのブリードっていう部門ですけど、やっぱその自分の、まあ、生態への知識だったりとかっていうのをより皆様にお伝えできるようなね経験がこれからどんどん僕もできると思うんで、皆様にね状態のいい生態だったりとかっていうのをしっかりお届けできたらなと思います。注目ポイントで言うと、今まで静岡店では扱ってなかったような生態をご提案できるようになったんで、僕とかゆきおさんがまた別の視点でね皆様にご紹介ができるんじゃないかなっていうのと、まあシンプルにとってもかっこいい内装だったりとか、まあ設備だったりとかっていうのをまた作ってもらってるんで、お客さんとお話ししたりだったりとかっていうのはとっても楽しみですね。まあ寂しさはまあもちろんありますし、今までお世話になったお客様もたくさんいるので、やっぱ本当寂しさとかはあるんですけど、まあまた静岡でね僕もなんかできたらなと、またお客様に静岡でお会いできるような機会を僕もっと作っていきたいなっていう希望はというか、そういった機会をね作っていけたらなと思ってますんでね、まあ寂しいだけじゃなくまたチャンスを狙っていきたいなと思います。まあ国内 CB だったりとかっていうものをねまあ増やしていくのはもちろんなんですけど、今現状レオパード月光だったりとかボールパイソンだったりとか西アフだったりとかっていう品種を主に僕は今ブリードしてるんですけど、まあそれ以外にもね今後もっともっとブリードできる品種だったりとか規模拡大だったりとかっていう感じで、まあもっともっといろんな経験を積ませてもらってどんどん挑戦して、まあお客様の方にねそういったまあ技術だったりとか、まあそういったものをどん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 フィードバックできるような頼りになる存在に、ね、なっていけたらなと思ってます。憧れで言うと実はモニターとかも結構ね好きなので、もっとその場所とかね余裕ができたらちょっとモニターとかもね挑戦してみたいなと思ってます。静岡店に今まで来ていただいたお客様、そして生態お迎えしていただいたお客様、本当にありがとうございました。たくさんねお客さんとも思い出がある中で、まあ、全く無名だった僕とかとも仲良くしていただいたお客様だったりとか、イベントで出会ってお話ししてくれたお客様だったりとか、本当様々なね、お客様がいますけど、お客様がいたから僕がライブショップだったりとか動画の出演だったりとかっていうのはね励みになったりとか、もう日々の仕事の励みだったので本当にありがとうございます。秋葉原本店に移りましてもいろんなお客様と出会うと思うんですけども、お客様がね本当喜んでくれたりだとかしてくれる姿がですね本当に励みになりますんで、初めての人ももう今まで仲良くしてくださったお客様も秋葉原本店ぜひお越しください。これからもよろしくお願いします。